はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久しぶりに足立区の僕の大好きなお店、山形屋さんに訪れております。こちらのお店はね、以前ちょっと撮影でお伺いさせていただいておりまして、もともとね、山形出身の店主さんがもう本場のね、山形ラーメンをこちらの東京の方に持ってきた最高にうまいお店でして、本日いただくのは通常提供されている4品のメニューにプラスアルファでね、限定メニューと合わせて計5杯いただいていこうと思います。営業中ではありますので、ちょっと声は抑えめに、リアクションもね、まあいつもよりは抑えめでいこうかなと思っております。まあただね、本当に美味しいんで、リアクションが抑えられるか心配ではございますが、もうね、注文の方は完了しておりますので、メニューが到着するまで少々お待ちしたいと思います。中華そばノーマルに背脂、ありがとうございます。いただきます。ということで、本日1杯目ですね、こちらでございます。1杯目はこちらの中華そばでございます。で、山形屋さんはいろいろねトッピングがチョイスできて、油入りとか味もあっさりこってりとか選べるんですけれども、今回は全メニューね、お店のおすすめの調整でいただいております。それでは早速いただきます。スープですよね、まず。うまっ、やっぱり山形ラーメンらしいこのね、煮干しが効いた甘みのある醤油系のスープ、本当にこれうまい。で、これね、早速麺なんですけど、これがね、もうすごく特徴的、手もみ縮れ麺で、これがね、すごくスープに合うんですよ。いただきます。あ、うまい。まあね、スープ自体はほんのり煮干しの酸味が効いてるんですけど、麺と一緒に合わせることでそのね、酸味がまろやかになって、よりね、煮干しのもちろん身も油も甘みが強調されて、ほんとに美味しいです。そしたらちょっとね、これ油を溶かしまして、この油絡む感じたまんな。うまい。で、このチャーシューですよ。皆さん、このチャーシュー見えます？めちゃめちゃうまそうでしょ、これ。うまね、まあ、ノスラー系、もう懐かしい系のラーメンにはやっぱり胡椒なんですよ。まずね、ちょっと一回胡椒を軽く振らせていただいて、これ以上言うことはないよ。そしたらね、ちょっとお店おすすめ、最後にこれ卓上の唐辛子を使ってみてくださいということで、これがね、めっちゃ合うらしいです。いや、背脂にこれは絶対合うでしょう。これ絶対みんな試して、ものすごい相性いいですわ。うわ、うまっ。今日さ、ご飯食べるからいろいろ控えたいんだけど、スープ飲んじゃうよね。なんでこんなうまいんだろうな。この魚介系のスープに背脂がものすごく合うので、油系がね、苦手じゃない方はぜひね、油入りで注文していただきたいと思います。ほんとね、うまい。そしたら、まず1杯目ですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。2杯目いただきますのが、背脂生姜醤油ですね。いやー、これもう、ビジュアルよ。丼が来た時から、生姜のね、いい香りがもう立ち上っております。うわ、ちょっとこれ我慢できないです。すいません。いただきます。あー、うまい。うわ、うまっ。
炊いた生姜の風味じゃなくてフレッシュな生姜の香りがするんで、やっぱすごく優しい感じで入ってきますね。そう、美味しいこれ正直見た目からしたらちょっとこうがっつりしてる感じに見えるんですけど、味はもう優しくて入りがこうスッと入ってきますね。うわ美味しいこれ。いわゆるこちらの背脂の生姜醤油っていうのは、まあ、新潟のねご当地ラーメンなんですけれども、新潟の方で食べる生姜醤油は結構、ね、ガツンとした味わいのものが多いんですけど、これは優しい。で先ほどいただいたベースのねラーメンの優しさがしっかり残ってて、かつ風味もしっかりあって、これねものすごい好み。うまっ。あ、また生姜溶くといいわ。香りが全然変わります。うん、ね、この生姜醤油系はこの岩のりがポイントなんですよ。この背脂と煮干しの風味にしっかり合うのよ。うん、食べ続けてると徐々にこう風味が変わってきますね。感じる最初はこう生姜って感じだったんですけど、徐々にこう煮干し感が出てきて、これいいですね。このアクセントがうまい。うん、申し訳ない、あのちょっと喋るの忘れてます。うん、うん、ということでね2杯目完食いたしました。今日ね5杯食べる予定でまだ2杯目なのに、この生姜の感じとかがポカポカ体がしちゃって、汗がねちょっと止まんなくなってるんですが、でも最高っすね。冬にはこのままね 3,4,5 杯目と楽しみすぎます。うわうまそう。うまそう。ということでね、こちら煮干し油そばでございます。ね、これねちょっと見てもらうと分かる通り、結構ねがっつりと煮干しが効いているそうでございます。それでは早速ねいただきます。油そばなんで最初からねそこからタレ混ぜさせてください。うわすっごい、うわめっちゃ煮干しでもこの底のタレ見てもらうと分かる通りめちゃめちゃ煮干しっすね。麺はこんな感じでございます。煮干しめちゃめちゃ煮干しですね。またこの返しのしょっぱさじゃなくてこの煮干し由来の塩分感がまたいいですね。美味しい。うん、この系統の油そば食べたの初めてかもしれない。もう普通ね、ここまでの煮干しの濃さを出そうとすると液体じゃなくなるんですよ。ほぼ固体みたいな。でも山形屋さんのこの油そばはしっかりとねこのタレになってるし、またねこの油感、香味油がすごくいいです。うん、うん、結構若者に人気ある。これ若い方好きでしょうね。そうそう、わーでも美味しい。そしたらこれもねちょっと煮干しが効いてるんで、これ唐辛子ね合わせてみたいと思います。スープ割りがこの油そば。あ、スープ割りできるんですね。で途中でラーメン風にしてもって感じ。また面白い味なんです。じゃあちょっとこれもう入れちゃっていいですか。うわこれ美味しそう。うわあ美味しそう。ちょっと煮干し好きにはたまんないですね。たまんないですね。ちょっとねスープ割りなんでいけないとは分かっててもこの煮干しの濃厚なスープ全部飲みたいと思います。こんな感じでスープまで完飲させていただきました。いや3杯目ごちそうさまでした。
ありがとうございます。いただきます。はい、すいません。いただきます。4杯目にいただきますのは辛味噌ラーメンでございまして、プラスアルファでね、やっぱり辛味噌とご飯物がいただきたいということで、こちらのチャーシュー丼もいただきました。もうね、もうすでにこの味噌のいい香りが漂ってますんで、早速ね、いただきます。うまいうまい。辛味はね、優しいんだけれども、ガツンとしたね、この辛味噌でして、この青のりかな、この風味がね、すごくいいですね。辛味噌っていうと、こう、乳化系というか、白湯系の味のイメージしますけど、ちゃんと元のその、チンタンの美味しいスープの旨味が乗ってるんで、なかなかこう、他では食べれない辛味噌ですよね。そうですね。絶対にこの手もみ麺が合うと思いますので、行くしかないでしょう。味噌の香りも全然煮干しに負けてないというか、このお味噌のベースがやっぱすごいですね。うわー、味噌ラーメンって奥深いね。ちょっとこのね、チャーシュー丼も一口いかしてください。うまっ。そろそろね、この辛味噌も溶いてみたいと思います。うまっ。この、ね、辛味噌もコチュジャン系の香りが効いてるので、このスープに和えた時に近いもので言うとチャンジャンみたいな香りがするんですよね。魚介系とコチュジャンは相性めちゃめちゃいいので、絶対うまいと思うんだよね。うわ、うまっ。うまっ。またね、そのチャーシュー丼自体がごま油の風味効いてるんで、このジャンの香りがスープに加わるとものすごく相性いいです。よーいっちゃおう、これ豪快に。ありがとうございます。ちょっとトッピングいつもと違う。ありがとうございます。いただきます。ということで、本日最後のラーメンでございますね。こちらが先日限定で販売しておりましたウニラーメンでございます。山形屋さんはね、結構ちょくちょくと限定メニューも販売しておりまして、そういったね、スケジュールにつきましては Twitter や Instagram の方で情報が出ておりますので、気になる方はね、ぜひそちらもチェックしていただきたいんですが、僕もね、ちょっと限定を食べるのは初めてなので、早速ね、いただきます。すごいウニですね。ウニを相当溶かし込んで。うわ、うまい。で、そのいわゆるウニの嫌なそのえぐみとかそういったものは全くないですね。はい、うわ、おいしい。聞いた後にこの残る口は煮干しなんですよね。そうです。ちょっと早速ね、麺いきたいんですけど、麺がね、今までと違います。これ中細っていうのかな、これのストレート目の麺ですね。うん、スープだけで吸った時よりも麺と一緒にすると倍ぐらいね、磯の風味が口の中に飛び込んできます。うわー、美味しい。うわー、めちゃめちゃ海ですわ。うん、うん、
ということで、本日はね、山形屋さんでレギュラーメニューや限定メニューの合計5杯いただいてきたんですけれども、前回の撮影から多分2年以上経ってますが、本当にこの2年っていう期間が空いてしまったことにものすごく後悔するぐらい、もう本当にね、どのラーメンも完成度が高すぎて、いや今日のね撮影は幸せすぎました。まあね、最寄り駅から来ると、まあ徒歩15分ちょっとぐらいかかったりして、来にくいってお客様もいらっしゃるかもしれませんが、まあ近隣にはね、パーキングなんかもありまして、まあ1台だけなんですけれども、店舗横にも駐車場がございます。まあぜひね、山形屋さんに気になった方は、この美味しいね、ラーメン食べてみてください。これ絶対ね、食べないと後悔すると思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。